はい、皆さんこんにちは。ジャッカルプロスタッフ田中愛です。ジャッカルが、とうとうイカメタルの世界へ踏み込みました。ということでずらっとね、はい、タックル網羅しております。激抱きシリーズといいまして、まずは激抱き吸って浮き吸ってですね、で2タイプ、サイズが2つありまして、各、10色ずつあります。で次が、メタル吸っての激抱き吸ってメタル、ね、これもね、12号、15号、20号、25号、30号、45号と揃えてまして、各10色ずらーっと並んでおります。はい、でね、忘れてはいけないのはおもり具ね、おもり具の世界激抱きドロッパーね、2つあるんですけどね、こちらがノーマルで、こちらがドリフト。何が違うかというと、ここの部分ですね、これノーマルなんですけど鉛です。まあ普段皆さんが見るエギと一緒です。でもう片一方の、スローホールの方ね、ドリフトの方はここが亜鉛になっております。なので比重が軽い分、だいたい倍速、1メートル沈むのに、こちらはノーマルは5秒で、スローホールの、ね、ドリフトは10秒、そういった使い分けになっております。これは潮の速さとか、そういうので変えていってもらったらいいと思います。あとね、この激抱きで進化、ね、これおもり具の進化なんですけど、ここにヒレがついてることでね、思いっきりしゃくってもらってもね、よくね、思いっきりしゃくってこれがくるんと回ってリーダーがキンクするような、こういったことね、イカメタルやった方なら誰でも分かると思うんですけど、そういったものを軽減するためにね、ここにね、水の抵抗を受けてね、くるんと回らずにこの辺で止まる、ね、激しくジャークさせても、リーダーがキンクすることなく、一日中快適に、操作できるので、ぜひね、また使ってください。あとはね、こういった仕掛けリーダー類ね、もう取り揃えておりますのでね、はい、2024年ジャッカルね、とうとうイカ始めたということで、皆さん期待しててください。